ぬいの巻き。ちっ、ついてね。大吾の城は目の前だってんに。あんたも足止めかい。大吾を出るなら急いだ方がいいぜ。あんたみたいな素人はとっとと逃げ出すのが一番だよ。俺はまあがっぽり稼がせてもらうけどな。いや、わしも用がある。はあ、すぐ戦が始まんだぞ。何があるってんだ。それを探しておってな。兄貴、どかすない。だらら、取り戻す。先ほど朝倉の兵30深入りすることなく退いた模様。おそらく様子見かと。本隊は縦杉峠を越え、一両日中には到着するかと思われます。ここで食い止める。我が領地に一歩たりとも入れさせません。若、動いて大丈夫なのか。もう少し寝ていた方が。大した傷ではない。お前たちに比べればこんなもの。そうか。俺は大丈夫。全然。姉上にどつかれる方がずっときつい。そうだな。ああ。そういえば姉上は一緒ではないのか。いや、なんだかみんなはっきりしなくて。医者に聞けばわかるだろう。若、待ってくれ。若、このバカ者がなぜ戦いに出た。なぜ休んでいなかった。一言言ってくれればもっと早く気づけたかもしれぬ。怪我を負うこともなかったはずだ。入るぞ。ダメだ若。どけ。ダメだ。もし若まで病がうつったらそれはダメだ。よく申した兵庫。申し訳ございません若。流行り病に加えてこの傷では、若が気づかれる。戦のない大吾の国、最後まで見届け申し上げることはもはや叶いませぬが、必ずや若なら成し遂げられますこと、この陸奥は信じております。兵庫、右の腕はまだ動くな。はい。ならばよい。その身の動く限り、最後の最後まで若をお守り申し上げよう。はい。報いるぞ必ず。そなたが命を懸けて守ろうとした全て、私が必ず守り抜いてみせる。この野郎、この、やっぱダメか。兄貴、兄貴、お願いだから兄貴のままでいてくれよ。あんたは。戦の支度で城内がざわついています。今のうちです。なぜ貴様らが若に助けられている。少し先に隠し通路があります。
そこからならば城の外へ抜けられます。いいのかよ、あんたはだって。もうこれ以上幼子を盾にする必要はありません。あなたはいつからあの子百鬼丸と旅をしているのですか。さぞや過酷な旅であったと。あなたのような幼子とずっと二人で。教えてはもらえませんか、あの子のこと。今さらそんなん知ってどうすんだよ。自分が何言ったのか覚えてねえのかよ。たった一人のお母ちゃんに捨てられて、あんなことまで。目も耳も腕も足も何もなくて、それでも取られたもん取り戻そうって必死に戦ってきて、なんで兄貴ばっかりあんな目に遭わされなきゃなんないんだよ。やばい。雨は止んだようですね。これはお方様、このようなところで。番門の方はさほどの不利ではなかったようです。ご安心くださいませ、殿は必ず勝ってお戻りになりますゆえ。殿のため存分に働くのですよ。行きなさい。はっ。もう行きましたよ。さあ。おっかちゃん、急ぎましょう。うん。行き止まりじゃ。私は醍醐の国と民を取り、百鬼丸を捨てました。それはもう何があろうと覆りはしない。漁師の妻として私は悔いはしません。本当にそう思ってんのかい。陸奥殿、薬と食事を持ってまいりました。陸奥殿、陸奥殿。こんなところに。気をつけてお行きなさい。あのありがとう。え、あの子と旅をしている子供がいると聞いて、本当に私はあなたにどれだけ感謝してもし足りない。おいらは別に。あ、そうだ、兄貴にさ、兄貴のおっかちゃんが助けてくれたって言ってもいいかな。それは。じゃ、またな。バカ、姉上が。私も。番門の方はどうなってんかな。俺っちもあっちで手柄立てたかったぜ。なんだおりょう。ありゃもののけ。つい来ちゃったけど、本当いいのか。兄貴は多分あんたを許さない。それどころか、もしあの子に切られるのであれば。え、それがおそらく私のなすべきことなのでしょう。ようやく一つだけ分かったような気がします。私はあの子に会いたかったのです。もう一度私のこれからなすべきこともそこで初めてきっと。
ヒグマの雨のせいで山から一度に水が流れてきたのです。ちくしょう、曲がれ曲がれ、ぶつかれ。わか、モンペイが見ていた姉上はやはり。急ぐぞ。目覚めた途端に賑やかなこった。坊さん、お前さんもよっぽど悪運が強いね。ここの連中が偶然流れ着いたのを拾ってくれたようだよ。ここは、あ、坊さん、オイラと一緒に女の人がいなかったかい。ん、ヤヒコ、ドロロが目を覚ました。ほう、やっと目覚めか。大丈夫かい。ああ、ん、え、俺を、なんで。ここの病人たちの話を聞いたら手伝わせてくれって。自分からよ。我々も手が足りぬからな。ありがたい。なあ、あの人もしかして大吾の奥方じゃねえのか。え、違うわ。そうかい。みんな行き場をなくした連中でさ、戦のために蓄え取られたり、流行り病が出たって村ごと焼き払われたり、どこにも行く当てがなくなってこうして身を寄せ合ってるわけよ。大吾のせいで。大吾影光とて民が憎くてしたことではあるまい。国を守るため彼なりに考えた上での行動だろう。道州はすぐ悟ったようなことを言いやがる。俺は本当はあの奥方にだってガツンと言ってやりてえんだ。自兵太、分かってる。けどよ、このまんまじゃ俺たちあんまり惨めじゃねえかよ。侍どもの都合で俺らはいっつも振り回され続け、たまんねえよな。聞いたぜ、お前もおっかちゃんなくしちまったんだってな。元気出せな。大吾の奥方と川流れた、また派手な真似したもんだね、うん、これからどうするんだい。今考えてんだよ、うん、いっぱい食えよ。おっかちゃんがいなくたって生きてゆけら。しばらくここで足止めだ。城の方は大騒ぎらしい。でしょうね。あの子が生まれた時、私はあの子の産声を確かに聞いたのです。その直後、辺りが真っ白になり、光が去った時にはもうあの子は。限りなく愛おしいと思いました。兄貴はこのままじゃ鬼神になっちまうかもしれない。兄貴の中の鬼神の炎がどんどん強くなってるんだけど、オイラじゃどうにもできなくて。そんな、でももしかしたら。大吾だ、大吾の兵が来たぞ。それで。ともかく今まであんなの見たことねえよ。
二本松の丘に山ほど大吾の兵が集まって戦の支度を始めてる。山城に残っていたのが全部借り出されたみてえだ。二本松っていや、北の崖登ったすぐ先じゃねえか。で、朝倉の他に敵が現れたのか。よくわからねえ。ただやけに焦ってるっていうか怯えてるみたいな。怯えてる。なんでも鬼神が来るって。鬼神。鬼を近づけるな。体を奪えなかった鬼神よ、果たされなかったその約定、今私が代わりに、この体のすべてをお前に捧げる。どうか我らの国を、皆を守りたまえ。ではなりませぬ。いけません。私に触れては。鬼神と取引するつもりか、勝手なことを。おそばで戦えなくとも、私の魂は若と兵庫と共に大吾を、民を。姉上。どうした、ムツ。姉上。大吾景光と鬼神たちの約定は、大吾の跡取りである。百鬼丸の体でのみ。まだ兄貴だって決まったわけじゃねえ。兄貴だとしても、ただ大吾を目指してるだけで、まだ。なあ、さっき言ってたよな、兄貴が生まれた時のこと。ええ。あれ、兄貴に会えたら直接言ってやってくれねえか。おっかちゃんは兄貴のことをちゃんと大切に思ってたって。兄貴に伝えてやってくれよ。ドララを返せ。死ぬか。Yeah!
上を果たし、大吾の国を英語を守るために、貴様の体もらい受ける、100キュベル。